わさびーむ。オラ、わさびです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。Gracias por ver mi video. Hoy vamos a estudiar los días de la semana y el lenguaje del calendario. 今日は曜日の名前とカレンダーの言葉を勉強します。ついでに数字も勉強します。ルールを覚えると簡単です。一緒に挑戦しましょう。曜日の名前です。日曜日、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日。もう一度一緒に言ってみましょう。日曜日、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日。日をショートカットすることもあります。会議は何曜日ですか？水曜日です。会議は何曜ですか？水曜です。数字の名前です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。大きい数字のルールです。英語のルールと同じです。7はラッキーナンバーです。4と9はアンラッキーナンバーです。この3つの数字は読み方が2つあります。4、4、7、7、9、9です。14、14、17、17、19、19です。大きな数字です。100、1000、万、億、超。月の名前です。1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月。3月、5月、9月はアクセントが特別です。ラッキーナンバーとアンラッキーナンバーの4月、7月、9月は読み方が特別です。気をつけましょう。日付の名前です。日付は数字プラス日です。でも1から10と20、アンラッキーナンバーの4と9は特別な読み方があります。こちらです。1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日、9日、10日、14日、19日、20日、24日、29日です。4は火、9は日です。言葉がわかるとどんどん話すことができます。次は助詞と指示詞を勉強します。それではまた次の動画でお会いしましょう。おつわっさびーむ。バイバイ。